岩本蓮香は日本のアイドルであり、女性アイドルグループ、乃木坂46のメンバーである。東京都出身。身長159センチメートル。血液型は B 型。愛称は蓮丹ンン。2004年2月2日、東京都で生まれる。蓮の花は泥水で美しく花を咲かせますという言葉から、どんな環境でも自分らしく美しい花を咲かせることが、 できるようにと名付けられた。幼稚園の習い事として始めた新体操を小学校5年生までやっており、全国大会で3位になった経験がある。シアダンスを習っていた姉の影響で、小学校1年生から5年生までヒップホップダンスを習っていた。2016年9月4日、乃木坂46の3期生オーディションに合格。出版社コラボレーション特別企画で、 ラブベリーの特別賞を受けた。同年12月10日、日本武道館で、乃木坂463期生、お見立て会が行われ、ファンに初披露された。同年12月19日、乃木坂463期生ブログが開設された。1日1名ずつのリレー形式となっており、岩本は12月20日より12日ごとにブログを書いている。 2017年2月2日から12日にかけて3期生初公演となる3人のプリンシパルが15公演実施され岩本は唯一2月12日の昼公演で第2幕に出演した同年5月9日から14日にかけて8公演実施された3期生初の単独ライブとなる乃木坂463期生単独ライブに出演した 2018年2月22日、乃木坂46公式サイトで個人ブログを開始。同年4月25日に発売された乃木坂46の 20th シングル、シンクロニシティに収録された3期生楽曲、時ときめきめきでは初のセンターポジションを務めた。同年7月2日、8月8日発売の乃木坂46の2ファーストシングル、自己中で行こう》 で、副陣として、初の選抜メンバーを務めることが発表された。2019年9月4日発売の日本シングル、夜明けまで強がらなくてもいいのカップリング曲、Do my best じゃ意味はないで、アンダーセンターを務めた。同年10月10日、11日に幕張メッセイベントホールで開催された、アンダーライブ2019では座長を務めた。2020年3月1日、 のぎシッ46ののの第361回放送分より第15代目の MC に就任した。2021年8月24日、2022年公開予定の世の中に耐えて桜の中里瀬場に就活アドバイザーのアルバイトをする不登校の女子高生、先役で映画初出演、初主演をすることが発表された。愛称はレンタン、レンちゃん、 レンレン、レンカ。実家では、犬と猫を一匹ずつ飼っており、愛犬はシーズーで、名前はリズム。愛病はノルウェージャンフォレストキャットで、名前はメロディー。好きな食べ物は、チョコ、プリン、マグロ、納豆。趣味は、カメラとギター、アニメ鑑賞。特に景色の写真や空の写真を撮るのが好きで、ホルダーが空の写真だらけになるほどである。特に好きな空は、 真っ赤な夕日がある空と夜なのに月の光で少し明るくて雲がはっきり見える空。ギターはイエイル・レオとミワを見ていいなと思ったこととギターをやっている友達に演奏してもらった時にやりたいなと思ったことをきっかけに始めた。ギターを買って最初に練習した曲はユイのチェ・アール・ライであり。 乃木坂工事中で披露した。向井葉月とギターを披露したいと言っていたが、ラインス e ーバースデーライブ y 三期生ライブの僕だけの光で実現した。ネット配信番組、乃木坂46時間 TV9 のコーナー、乃木坂電子台の改めてお見せしましょう。電化の特技。という企画の中で、電回転を連続、剣玉、ギター弾き語り、貧乏ダンス、 二重飛び三十回を特技として披露した。三期生加入時点の最年少メンバー。アイドル好きの姉の影響で乃木坂46を好きになり、オーディションがあると知ったことで、乃木坂46のオーディションを受ける。サイリウムカラーは赤ピンク。憧れの先輩は斉藤アスカで乃木坂46に入る前から憧れている。乃木坂46で好きな曲は、 命は美しい。乃木坂46乃木坂46。ありがとうございます。